おはようございます、現在ね7時26分ちょっと今日はスタート遅いです。というのも一人、従業員がね長距離の方に転身しますんで、その人が回ってたところを回る予定になりますんで、教えてもらおうという感じです今日は。なかなかね厳しいお客さんみたいなんで、ちゃんとね教えてもらって、引き継ぎをきちんとやりたいと思います。8時半頃に待ち合わせになってますんで、そちらに向かいたいと思います。はい、立ち会い終わりました。まあね、3箇所にね、荷物を分けて下ろさなきゃいけないっていうのがちょっと面倒いなちょっと面倒いけど、まあまあそんなに難しくはなかったんで、なんとかなるでしょうという感じですね。で、向こうの方もね、すごく優しそうな方だったんで、まあ安心して納品できるかなと思います。まあね、ちょっと自分でやってみないことにはね、まずはちょっと勝手がわからない感じもありますんで、今日はね、まあ、手伝いながら見てたって感じなんでね、やっぱり自分の体を動かして自分で納品して、まあいろいろあれこれ段取りをしてみないと、なんとも言えない感じはありますから、まあね、向こうの方に迷惑にならないように、きちんとね、やっていきたいと思います。それではね、2便目積みに行きたいと思います。
はい、積み込み終わりました。それでは配達向かいたいと思います。佐賀大和付近から久保方面に、行く予定です。それでは出発したいと思います。今日は暑い、なんかもう春かな、春っぽくなってきましたね。うん、それでは出発したいと思います。これから4トン車とか大型とかね、初めて乗られる方いらっしゃると思います。でこれからね、運送業にね勤めようと思ってらっしゃる方で、まあやっぱりね、トラック、幅の広いトラックとか乗るのはね結構自信がないとか不安だなって思ってらっしゃる方にね、一応自分がやっていた、自分もね最初は初心者です、最初は初心者だった頃にやっていた車幅のね、あのトレーニング法を、今回ねちょっと軽くですけどやっていきたいと思います。まあ、一応ね運転操作は、まあミッションを運転できればもう全然大丈夫だと思います。ただねやっぱり、普通の乗用車に比べて車幅がね結構ありますんで、うん、で大型になってくるとねもっと広い、トラックになってきます。で自分が乗ってるのがワイド車ですね。ワイド車って大体もう大型とあんまり変わらないぐらいの、車幅がありますんで、うん、ワイド車乗れればだいたい車幅的には大型も乗れるんじゃないかなと。ただね長さが変わってきますんでその辺はね気をつけていかなきゃいけないかなとは思いますけど、こんな感じで内輪差とかも左ミラーを見ながら OK やっていく。左ミラーで後ろ、あの後輪タイヤ、まあねワイド車ですから後輪タイヤこれは見えないんですけど、うん、ただねボディが当たるか当たらないかは、左ミラーを確認しながら、曲がっていく。まあもちろんね左ばっかり見てたらね、前にぶつかる可能性だってありますし、前何か横切る可能性だってありますんで、その辺はね、こうチラチラ確認しながら、左を重点的にね確認しながら、曲がっていく。右曲がりの時もそうですね、
で車幅まっすぐ走る道とかはこの車線ありますよね、車線こういった中央線だったりとか白線がありますよね。でそれもねミラーで確認して、あ左にこれだけ寄せてたらこのくらいの幅があるんだ、右をこう見て、あ右はこのくらいの幅になるんだ、これをねずっと常時走りながらでも止まった時でもいいんでずっとこうね、確認しながら、あなるほどこのくらい、だいたいどのくらいかな、10センチ20センチぐらいは幅があるかなとか、左にこれだけ寄せたらこのくらいになるんだなっていうのをね、毎回走りながらでいいんで確認を、しながらやっていくと、あ自分はそうやってね車幅確認をしていきました。で自分平ボディから、箱車の方に、まあ、乗り換えたんですけど、そういう時もねやっぱり平ボディと箱車の違いってやっぱ高さがあることなんですけど、高さもたまにねこうやって覗き込んでみたりとかして、あだいたい屋根の高さでこう、あこのくらいの高さ大丈夫なんだなとか、こう自分でね走りながらこう確認ミラーで確認で真正面向いたりして車線の位置とか自分が走っている位置っていうのをね、こうああこの辺なんだなっていうのをね、自分で目視でね、確認しながらやっていくと、すぐにね車幅には慣れていくと思います。でこういった、まあ、50キロの標識とかね看板、まあ、これは絶対ぶつかりませんけど、まあ、たまにねこう出てきた止まれの看板とかね、ああいうのもこう通り過ぎるときに、なるほどね、あこのくらいの幅で行けばこのくらいの隙間が空くんだなっていうのをね、少しずつね走りながらでいいんでトレーニングしていくのをおすすめします。でそうやってやってるとね、たまにやっぱり、ね、狭いところ、狭い現場だったりとかね、入り道だったりっていうのはねあるんですよ。あって、まあ、そこをねきちんとやっぱり目視で確認しながらやっていく、でそこを乗り越える、やっぱりね場数です。どれだけね場数を踏んでいくかでトラックのね運転ってやっぱ上手くなっていくと思いますんで、事故とか接触とかそういうのにね気をつけながらトレーニングしていくのをおすすめします。ただいまー、さあなら食べ行こうか。ただいまー、映されよったね。すいません、替え玉一ついいですか。
っちゃい子になってる。ごちそうさまでした。美味しかったね。相変わらずうまいわ。うん、満腹です。買い物行かよ。よし、買い物して帰ろうか。帰ります。はい、まあ、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。どうした？バイバイ。手が震える。